はい、どうも、バッカ監督と申します。本日もウーニングレム2017マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。本日はですね、スカウトで選手を獲得しようと思ってます。ですね、まあそのね、スカウトがね、揃ったんで、誰だったかな、はいはいはい、所属リーグ、あ、これじゃないな、所属リーグその他ヨーロッパ、こちらですね。はい、でボディコントロール、ほんでもって、どれだっけ、まあ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 、OMF ですね、オフェンシブミッドフィルダー。はい、ということでね、マックス・メイヤーという選手をね、すでに獲得してやったので、なんでかわからないけど持ってたんですね、この選手は。はい、香川真司をね、獲得することができます。ちょっともったいないかなって、まあ、星5のね、ボディコントロールを使うんですけど、まあ、ボディコントロール2個あるしね、まあ、これで香川真司はね、手っ取り早く獲得しちゃおうかなということで、獲得しましょうか。うん。来るか、香川。よし。ということで、今日は香川選手を獲得します。やりましたね。もう今が旬なんでね。旬かどうかわからんけど。ツン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 ということで、香川真司が来ました。やった、ボルシア・ドルトムント所属。はい、まあね、日本人、同じ日本人なんでね、それだけで嬉しいですよね、香川真司。はい、2016年、僕ね、香川だけは獲得できなかったんでね、というか2015でも獲得しなかったと思います。初めてです、香川が来たのは。はい、スーパーサー持ってますんでね、まあ、正直使うかどうかって言われたらちょっと不明なんですけれども、まあちょっとは使おうかと思います。はい、それでは、本日のはスカウトで、香川真司を獲得しました。はい、今日やりますはね、セカンドスカットでね、ちょっと行ってみたいと思います。ですね、セカンドスカットと言いますとね、誰だったっけ監督の、ね、ちょっと思い出さない、クロップね、クロップの、ね、4-3-3でね、組んでたと思うんですけれども、まあそれではちょっとね、やっぱりなんていうのかな、試合ごとにね、フォーメーションが変わって、まあ攻撃のね、やり方っていうのがね、少し変わってくるんで、まあ、それやったらもう同じフォーメーションで、行こうじゃないかということでね、まあ僕そんな器用な方ではないんでね、まあ、1個のフォーメーションを極める方がね、まあ、効率的かなということで、レーブを基本のフォーメーションにして、あとは、ね、まあ、その断るごとにというか、その時になってね、これこういうの、ね、サブのね、アシスタントコーチに設定したクロップでね、やろうかなということで、こんな感じになってます。はい、まあ、ちょっと後でまたフォーメーションも変えないとダメなんですけどね。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、本日はですね、オンラインチャレンジカップの2戦目ですね。第1戦目がね、どんなやったかな、確か1対1で、ね、引き分けて、はい、こんな感じだったんでね、第2戦目いきたいと思います。勝利目指してね、やっていきましょう。勝ちたいですね、いつも勝ちたいです。でも今日だけに限った話じゃないです、いつでも勝ちたいです。はい、やっていきたいと思います。はい、それではまずね、レーティングから確認していきましょうか。はい、610の方ですね。で、持って、うん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 。まあ、あ、クロスね。クロサーでしたね、クロサー。まあ、うちもクロス。ああ、どうしようかな。ペペやめて、ギャリー・ケイヒル、使おうか。ここな、アルダトランの方にしようか。ラキティッチョイさん、ちょっと今度にしよう。あとね。ウィルシャー、リバウドの方がええかな、どうやろうな。10番私だよ。まあまあ、でもええか。これでいこう、今日は。ははは。は、まあ今日はこれでいきますか。はい。ということでいきましょうか。もうええんかな、もう変えるところは。相手のメンバー見てないな。あー、メッシかー。もう、まあ、ちょっと似たり寄ったりなとこあるのかな。まあ行きましょう、とりあえず。はい
本日もね、勝利を目指して、まあ、そうね、まあ、クロップの、ちょっとすると、今週はね、メッシがね、調子いいんでね、メッシの、まあ、メッシを入れとってもよかったですね。サンシーロよりお届けしてまいります。もっと。解説、あっちとこっちさん、実況、ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ、北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。ちょっとでかい。AC ミラ対リバプール。北澤さん、今日の試合、セルジー先発ですよ。あ、ちょっと、ね、間違えた。こいつ心配だと思った。リバウドやったわ。チームのためにアップダウンを繰り返し、ハーフに戦えるサイドバックなんですよね。はい、今日は彼のポジションに、ね、あ、マジな、これは。常にチームを助けるポジションを取ってますからね。うん、なるほど。どのぐらい汗をかけるかですね。そうでしょうね。復帰。いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。はい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 。これは読んでいました。オッケー。ミランは手元のデータによりますと、チームメイトムービングを得意としているチームのようです。今日のゲーム展開どう予想されますか。そうですね。よく動いてくるチームなんでしょうけども。オッケー。20分間マンツーマンをつくのは体力的に難しいと思いますからね。今日はその都度判断しながらマークについてくる形になると思いますね。イブラに合わせますか。常に相手のオフザボールの動きは意識しながら、危険なエリアではマークをしっかり行うことが大事になってきますよね。アルダトゥラン、うわぁ、まず裏に味方を走らせる、危ねえ、オフサイドやけ。フラッグがここでは上がっています。なんでこんなに引き離されてんのやろうとちょっと思ってしまった。飛び出しでしたけどもね。あ、でもいい飛び出ししてるわ。ほんのちょっと出るのが早かったですよね。敵対するとルキルガフの、ね、脅威でしかないわな。イブラゲート、お、なんかメタメタにされてるぞ。ミランは今のようなショートパスをつないでのビルドアップが多いんですよね。そうですね、これに長いパスなんかも織り交ぜていけばさらに攻撃に変化をつけられて相手ディフェンダーも守りづらくなりますよね。何してんの。そうじゃねえだ。おっしゃい、あった、まあ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 、ほんとに。ヤリー・ケイヒ、あ、あかんな。アレクシス・サンチェス、今日は立ち上がりお互いに守備的な印象です。アリ気味のクロス、復帰のシュート、おう、守護神が弾く。面白いシュートやったな。クロスを上げる。このクロスには合わせる選手がいません。あ、待って、メッシや。あぶね、怖い。アレクシス・サンチェス、そこでおねんねしてな。裏を狙っていきます。抜けてくる、クロスを上げる。なぜイブラに合わない。よっしゃい、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。あ、ちょっと遅れた、ごめん。インターセプト、あかん、ドンピシャのタイミングで復帰出てってくれてんけどな。さあ、コーナー、あー、くそ、悔しい。リバプールとしてはこの高さで当然勝負してくるでしょうね。いけ、グラブレ、戻りましょう。おい、待ってくれ、そいつはやめろ、やめろ、やめろ、最終ラインでボールを下げる。マティッチ、足で繋いで攻め込んでいきます。リバプール出ましたね。うん、どこ行った、復帰、復帰、復帰、いいぞ。あ、レイブラ、イブラ、あっと、リバウンド、おっと、おっと、取れへん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 、おっしゃ、取ってるけど向こうボール、おし、偶然にもウィリシャーの足元に来た。違うな。あ、ちょちょちょ、なんでウィリシャーやってくれへんねん。あー、くそ、オッケー、あー、裏のスペースへ、まずい、このスルーパスは通りません。オッケー、復帰、この位置からクロス、あ、さすがにムロか、ムロ、ムロ、あ、前線が長いボール、オッケー、なんかいっぱい、たくさんいっぱい四角がいったけど、おい、このボールはイブラヒモビッチへ、ん、メッシへ、うん、メッシ抜かれた、危ない、このボールをカットします。よし、いいね、あ、よくないよ、危ねえ。ロングフィードで狙う、流れを止めます。ピケさんはね、背が高いんだ。縦へのボール、ピケさんは足元も強いんだ。これだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですね。危ねえ、怖っ、
ああ、ウィリアン・カルバーニョ。 OK、 いいよ。ウィルシャー、さあ繋がるか、チャンス抜けた、復帰上がる、自分で行く。うん、くそ、リバプールは戻すべきやったか。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってますからね。そうですね、今のチャンスはどうやら、これでインプラさんに合うか、合うか、合わへん、くらえ。マティッチ、ああ、おお、あれだとな、あっか、いつも半袖や。大きく立て、よし、ピケさんは、おっと、ピケさんは時々ポカをやらかすんだよ。スルーパス、このパスが抜ける。ああ、あ、しかし誰やったっけ、あれロリスや。ワンフォアオール、あ、よしよしよし、一人がみんなのために、ああ、みんなが一人のために頑張れ、チャンスだ、行け。ダメか、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。オールフォアワンやった、前半0対0、どっちやったかな、まあええわ、はい、状況でも、はい、ね、フォーメーション、フォーメーションというか、まあこのまんまでね、はい、何も変えずに後半戦に来てます。まあ、そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。先制取るのもね、取られるのもね、きっと時間の問題にも気がします。両チームスコアレスで折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。オッケー、くらえと思ったけど打たれへんかった。ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。うわー、言ってるで、ピケさんはね、空中、おっと、あ、時々ポッカをやらかすんだよ。危ない危ない、待て待て、おっ、ピケさん、ちょっと慌てるなよ。どんなキャラやねん、うちのピケ。中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。ウィリアン・カルバーリョ、なんかこいつ厄介な、スペースへ出す、復帰、これを奪います。あ、うん、ピケさん、ファンフラ、スルーパスを出す、オーケー、この柔らかいパス、なんでそんなボールやねん。もうちょっとイブラヒモビッチ側に、セルジオッケー、セルジさんは対人戦強いのよ。マティッチ、もういいかこのネタ、あ、ちょっと待って、やばいね、やばいね、さすがピケさん。アレクシス・サンチェス、何があって、ちょっと角度つけすぎた、おっと、いいぞ、ケイヒル、イブラを走らせる、抜けた、うん、巨神兵が行く、巨神兵が行く、どうだ、シュート、うん、ちゃうねん、ちゃうねん、そっちじゃないねん、20番に行ったつもりやったんよ。オフサイドになりましたけども、ちょっと20番に行ったつもりやったんよ今な、もうちょっとあれやったな、角度つけなあかんかったな、このスティックにな。お、いいじゃん、ダメか、ダメか、縦にボールを送ります、おのれ、あ、もうちょい見るしょ、走って、オッケー、ああ、まずい、まずい、ちょっと、ウィルシャー、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ボールやそれは、スティックグニョグニョしすぎてるね、なんかわからないけど汗みたいな、汁がついた、おっと、そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。いいよ、走れ走れ、おお、走れ走るんだ、ルカク、オッケー、裏を狙っていきます、なっちゃう、イブラ、イブラ、クソ、復帰、ここはウィリシャー、裏狙いましたね、ちょっとと呼んでいた、 なんと、おおおっと、さあ慌てたな、リバプール、オッケー、コーナーね、まあコーナー終わってからね、正直選手変えたいなと思ったけど、ロナウドに変えとくか、ここはしようか、ちょっとスタミナがね、でウィルシャーじゃなくリバウドでいこう、どうよこの完璧な交代策、高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。
でかいの来たわ。誰やこいつ。アティッチが来てしまったからな。クロス、ヘディング。お、ナイス。先制。おお、ナイスナイスナイス。いいぞ。ロナウドやな。リバプールようやく均衡を破りました。やった、決まりましたね。なんと。クロスから頭で合わせ決まりました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。よし、強い、ピケ。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。ロナウド、いやこの采配は大当たりでしたよね、うん、監督の期待にしっかり応えてきましたよね。そうですね。あ、まずいな、オッケー。リバプール先制ゴールが決まりました。なかなかこのディフェンス陣を突破するのは容易ではないだろう。っていうのありますよね。試合の状況がわかりますからね。あれ、縦にボールをつないでいます。あ、痛い。終わった。ああ、ちょっと。落ち着く。ここもしっかりディフェンスしました。よし。リバウンド。何これ。縦を使います。おう、まずいわ。チャンス抜けた。やばいやばい、こいつちょっと絶頂っぽいもんな。イグワイン。うっと、危ない。今日から。ネイマール。ボールのかこのパス。ここはカットします。ピケさん強いね、本当に。みんなも持ってる人はね、ぜひとも使おう。メッシ抜けてくる。ここは競り勝ちます。リバウンド、落ち着いて。ここはま回せない。ベイルが来てた。このボールをカットします。おっと、残り5分を切っています。リバプールとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね。よしよし、ここはタイムエンドホイッスルまで集中しないといけないというところですね。マジで。おっと、スルーパスを出す。ダメか。長いボール縦へ。リバウンド。あんな、じゃあなんとかなるかぐらい思っとったけど、あかんな。ジェラール・ピケ、裏に味方を走らせる。サイドのスペースへ走らせる。クロスを選択。まだいける。ヘディラ。オッケー。1対0か。微妙な。微妙だが、この試合を出して。勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。北澤さん、まあまあ、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。リバプールとしては、チャンス自体はね、結構あったような気がするんですけどね。その1点での勝利っていうことを考えると、やはり前半をしっかり無失点で抑えたというのが大きいですよね。そうやね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。まあ、一緒。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。結果その1点だけやったけどね。リバプールが1対0で勝利を収めました。まあこういう時々ね、硬い試合もねあってもいいかもしれないですね。どんな感じや。さっつな、まあ、6本打ってるから、はいはい、まあ相変わらずのね感じやね。はい、まあとりあえずね、ちょっとまだまだちょっと機能してるとは正直言い難かったんでね、うん、このセカンドスカート、まあちょっとメンツをね変えつつ、やっぱオフェンシブミッドフィールダーにメッシュを、ね、持ってきてもいいのかなっていう気がしますね。まあ、あの途中交代なりで使うという、まあ、絶頂なんでね、今週は A なんで使うのもいいかもしれないです。はい、ということでね、とりあえずね、まああれです。戻りましょう。OK。で、まあ、ほぼほぼな、絶対無理やけどな。ガチャ引くわ今日は。ほぼほぼ無理やけどね。ユーティリティプレイヤー戻ってきたわ。捨てまくってんねんけどなはい、この、ヤングスターズ、こちら回したいと思います。今日ね、最後ね、ラストこれを回して今日お別れしましょうか。もうこれでクリアでしょ。はい、ありがとうございます。もうこれでね、オンラインチャレンジカップも今週は見なくて済みそうです。はい、ということで、いきますか。このね、なんかもういい選手が403人もんで、ヤングスターズな。ほら、これルカクとかおるんでね、まあ運よく当たればいいと思いますけどね。ポグバ取りたいと思います。これはポケモン編やか。違うな。よし、
このね、もうほんまにこの 1% を取ったらね、正直すごいと思います。はっきり言って神いきます。まあな、きっつー。ああ、まあかんわ、行ったわ。行ってもうたらもう終わりや。で、銀が来たよ、ね、はい、キーパーということで。おっ、おやった。これあのあれですよ、嬉しいですよ。ジャンルイジドンナル、ドンナルンマ、はい、誰かご存知でしょうか。 AC ミラーの若きゴールキーパー、まあなんていうのな、イタリア代表のね、まあ、将来を担うとされてるねキーパー、まあ、若手ナンバーワンですよね。この16歳やったかな、17歳やったかな、今ちょっと見忘れたな。そうか、今17歳か、17歳にしてね、名門 AC ミランのね、ゴールマウスをね任されてる男ですから、はい、結構これから先ね注目のキーパーやと思います。覚えといて損はないと思います。ジャンルイジドンナルンマ、みんな知ってる、知ってるやな、結構知ってるわな、サッカー好きな人は。はい、ということで本日はね、若手ナンバーワンキーパージャンナル、違うジャンルイジドンナルンマを獲得しました。